災害対策本部顧問であります蓮舫代表からご挨拶を賜りたいと存じます。改めましておはようございます。民進党代表の蓮舫でございます。今日は大変お忙しい中、日曜日にもかかわらず荒川区知事、高橋会長はじめ関係の皆様方の貴重な時間をいただけたことをまずもって心からお礼を申し上げます。それと今回の相次ぐ台風、そして記録的な大雨の被害によって尊い命も犠牲になりました。中心により哀悼の意を表すると同時に、被害に遭われた皆様方、すべての皆様方に心からお見舞いを申し上げます。これまでも民進党北海道、私どもの仲間はこの被害が起きた直後から、特には岡田前代表、あるいは前政調会長も現場を見させていただいて、何ができるのか、政府に激甚災害の指定も含めて強く求めてまいりました。ただ残念ながら、一度被害に遭われた畑を元に戻す、土を元に戻す、あるいは実際危機等被害に遭った場合には、短い時間で対応ができることも困難なもの多くあると思っておりますので、今日は改めて視察をさせていただいて、これから何が必要なのか、優先順位も含めて皆様方のご説明をいただきながら、現地を見させていただきながら、国会で、あるいは道議会で、あるいは自治体議会でできることを、縦の関係をしっかり持って私どもも協力をさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。川がありまして、多分そこの橋が詰まっちゃって、全部こっちに水が流れてきた。ここにトラクターやら機械やらが降りる取り付け道路があったんですけど、そこを水が流れたんですね、最初の石から。あ、なるほど。で、こういう状態に。こっちがその装置なんですけども。これでも牧草地だったんですね。そうそうそう。装置の見る影もない。そっちはどっちか。こっち。じゃあ冒頭代表の方から感想があります。はい、今日は十勝見させていただきました。大変な水害だというのはニュース等を通じて、あるいは北海道出身の議員から聞いておりましたけども、実際にこうやって見させていただくと、ちょっとあまりの惨状に言葉を失うものが多かったです。流木とか砂利とか岩が当たり前にあるのが、その水害の前にはなかった。それも運ばれてきてしまって、修理修復の見通しをどうしていいのかわからないという、その畑の保有者の声はあまりにも重くて、激甚災害に指定はされましたけれども、やっぱりそのこれまでの事例とはちょっと違うような対応がいるのではないかというのが率直な思いですので、引き続き民進党北海道の皆さんと一緒になって、何が必要か、何が今できなくて、それをどうしたらできるようになるのか、考えさせていただきたいと思いました。地元の管理者さんの方からあればよろしいですか。じゃ地元の記者さんからどうぞ。地元の記者さん特にありませんか。すみません、 UHB なんですけど、ちょっと出遅れちゃったんで、もう一度この十勝の、10号の爪痕をご覧になって、はい、率直にどう思いました。言葉を失いました。伝えられている惨状をはるかにしのぐような、切ないまでの、まさにその畑を持っている方たちの声を聞きますと、朝見て愕然としたと。もう岩や石、流木、いろいろなものが育ててきた牧草であるとか畑に、結局、流されてきてしまっていますので、で自分たちの畑の土もどこかへ行ってしまっていますので、どうやって再建していいのかわからないという行為があまりにも重いと思いました。激甚災害指定されていますけれども、ちょっと今までの使い方とは違うその資金の需要があるのではないかと率直に思いましたので、引き続き北海道の仲間の皆さんと一緒に、何が足りなくて、何ができて、何が必要なのかは考えたいと思います。地元の記者さんで他にありますか。十勝毎日新聞なんですけども、はい、そこに岡田前代表も来られて、地元の選手と議員の方も何度も視察に来られてで、激甚災害されてから今のタイミングで来られること、ちょっと迷いもあったのかなというのを想像するんですけども、あえて代表が このタイミングで来られた思いというのはどういうところにあるんですか。確かに岡田
岡田前代表もあるいは前政調会長も北海道は見に来ましたけれども、あまりにもその爪痕が大きいというのは聞いておりましたの で激甚災害指定されたとしましても、本当にその今までの基準で本当に対応ができるのかということに対して北海道選出の議員の皆様方からちょっと本当に見てもらいたいという声をいただきましたの でまたこれから補正予算の審議も始まってまいります。その公共事業のお金随分傾倒していますので、そのお金をどういう形でもっと有効活用ができるのかという部分も含めて私自身見させていただきたかった思いがあります。他に地元の記者さんよろしいですか。すみません、北海道新聞なんですけど、ちょっと水を差すようでは悪いんですけど、かなり車速かったと思うんですよね。120キロくらい出てたんですけど、そのあたりどうですか。ごめんなさい、移動について私は把握していません。はい、分かりました。他に地元の方ありますか。すみません、北海道建設新聞といいます。朝のホテルでですね、国道38号、274号 の、 その築造年と、あとその国土、強靭化計画に基づく修繕がどの程度行われていたかというご質問だったと思うんですけれども、その質問の意図、狙いというのはどういったところにあったんでしょうか。意図、狙いというよりもやっぱりどれぐらい耐用年数経っているのかで、もしそれが浅かった場合にはやっぱり今までの基準というのを見直しをしなければいけませんし、むしろ耐用年数が長く経過している場合ですと急いで長寿苗家の手当てをしなければいけないと思いましたので、その両方の意味で伺いました。はい、ありがとうございます。東京の千秋さんも含めてどうぞ。共同通信社の関です。週明けから国会審議始まりますけれども、今日地元をご覧になって、はい、その政府の方にですね、民進党としてどのような形で普及に関しての呼びかけあるいは議論していきたいと思います。災害の復旧復興においては与野党はないと思っております。むしろ与党でも野党でもご自身皆さんが実際に見て感じて必要性を持った提案というのは活発に議論をしていいところを政府にはすべて使っていただきたいと思いますので、ここはまさに提案型 の、 考えをまとめたいと思います。関連して朝日新聞の中崎です。明日からの論戦に関して先ほど、激甚には指定されたけれども、これまでとは違う重要があるんじゃないかという、何か具体的に代表今ご覧になられてですね、補正予算の使い方とかですね、何かお考えございますでしょうか。ちょっと今回見させていただいたのはそうやっぱり驚くほど大きな流木の流入であったり、あるいは石で砂利のレベルではない岩が山から流れ込んでいるというもの、上限規制がありますけれども、それで果たしてもともとの畑の面積が大きいという特性が北海道ありますので、その上限でどれぐらいまで実現可能なのかなというのは今思っているところです。代表、共同通信です。これなんですけれども、 TPP に関して安倍総理がキューバで記者会見をして、今国会での成立に向けて、意欲的な姿勢を示しました。で、一方で今日 NHK 番組の中で野田幹事長がですね、国益が現状では守られていないと否定的な見解を示されましたけれども、TPP の承認案件と関連法案の、成立に関して誰に言うでしょうか。はい、自由貿易そのものは私たちは推進するべきだと思っていますけれども、その目的は何かといったら明快です。雇用が増えること、経済的に我々がその恩恵を受けるということに尽きると思っていますが、今回のその TPP を急ぐ理由がどうやらその経済効果で説明をいただけていないと思いますので、そこまで拙速に進める姿勢の何がそこにあるのかがちょっと私も全く分かりません。これはもう少し政府の姿勢は見させていただきますけれども、多くの農業関係者の方と私たちの考え方は一致していると思います。すいません、ちょっと移動がありますので、はい、一度だけすいません、今日も NHK の会見、番組の中で野田幹事長がですね、憲法について、自民党の草案を一度撤回しないと粛々とした議論ができないんじゃないかというお考えを示されました。それについて代表の受け止めいただきますでしょうか。その幹事長の番組をごめんなさい見ていないんですけれども、基本的にはその憲法に対しては丸々対案という考え方はこれまでも取っていませんので、その延長線上での発言ではないでしょうか。もうこれですいません、はい、ありがとうございました。すいません、以上終わります。